新しい私いろいろ始める仙台いろは。近頃たくさん出てきているフリーズドライやパウダー食品はパッと使えるので便利ですよね。そこで今回は毎日忙しく頑張っている方にいいねな情報を調査してきます。いいね。最近私が気になっているのはこちら、おからパウダー。不足しがちな食物繊維が簡単に取れるということで話題になってますよね。いつもの食事におからパウダーを混ぜるだけで簡単に植物性タンパク質をプラス。忙しい朝はヨーグルトやスムージーに混ぜるだけで栄養たっぷりの朝食になっちゃいます。うん、おいしい。あ、これだけで食物繊維が取れるのはいいですね。皆さんはお醤油もパウダー状のものがあるのをご存知ですか？続いて調査するのはこちらのパウダー醤油。いつもの料理にパッと振りかけるだけで味付けや風味付けに使える優れものです、うん、あ、サラダが和風になりました。このパウダーだから均等に味付けができるのがいいですね。パウダー醤油は液だれしないのでお弁当にも便利なんだとか。いいね。最近ではいろんなものがパウダーになってるんですね。続いてはこちら、大人のための粉ミルク。大人の健康をサポートする6大成分とバランスの良い栄養がまとめて取れるミルク生活。育児用粉ミルクを初めて製造して以来およそ100年研究を重ねてきた森永乳業が開発した大人のための粉ミルクなんだとか、うんうん、あ、甘すぎずさっぱりした味わいなので牛乳が苦手な方にもいいかもしれませんよ。ビフィズス菌やカルシウムなど大人の不足しがちな栄養素が取れるミルク生活。ホームページではアイデアレシピを紹介しています。毎日の生活にパッと使える大人の味方、いいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。